すごいっすね。バルド。これはバルドですね。そうです。何インチですか？これ24。24インチだって。やっぱ24ですか？はい。すごいな、これ。はぁ。アレックス。よく。あの見ていらっしゃいましたね。ずっとなんか見て。あ、そうなんですか。自分も LS とか乗ってたんで。あ、そうなんですか。あ、最近乗り換えたんですか。そうです。結構コロコロ変えちゃうんです。あ、わかります、その気持ち。ただあのマネーがかかるんでできないですけど。すごいな、迫力ありますよね、このマフラーなんすか、これ。すげえ、マフラーなんだこれ、すごいですね。あ、なんか書いてあるんですね。はい、ちょっとメーカーも入れたんですけどね。レ、R？ なんかよくわかんない。20万ぐらいだったよな。あら、いいよね。すごいですね。ホイール100万ぐらい。うわ、しびれる。これは。すごいですね。熊谷なんですか？はい。あ、じゃあまあ近いんですね。近かったんで、はい。あ、すごいな。中とか何かやってるんですか、これ。中は何もやってないです。特に。いや、怪我。いや、そっちじゃなくて、ツードアのあのターボが出てるやつだったり。あれ、LS は何に乗ってたんですか。600H のハイパックでテールとかよくいじってて、クリアして。色は黒で。いや、名前が出てます。白です。じゃあ雰囲気変えたけどね。それも去年の10月に乗り換えたか。あ、その LS で M3 から、はい、M3 を潰しちゃってこれになってる。潰しちゃったっていうのは、そのまま電柱に。うわ、それ M3 ってなん、どこ、いつのモデルですか。 E の92モデル。92、ちょっと一つ前ですか。そうですね。ああ、左ハンドバイク。あれってターボ。いや、じゃない。4000の NA。 NA か。今がターボなんでしょ。そうですね。あ、すごいですね。あれ出た。はいはいはい。なんてか。なんかこうちっちゃくね、はい、あのスマッシュのね。あれが F になるととんでもないことになる。ボリッタの。アルテオない。はい、ISF ですか。ISF かけますよね。ボリッタ。ボリッタですね。ボリッタ V8。24インチ100万だって。やっぱり100万コースってやばいっすね。じゃあジャッキ上げて少し。若干俺うちの LX とちょっと違うんすね。おー、デザインが違う。デザインがちょっと違います。ちょっと色も黒く。このリムこんなにないっすもんね。あ、じゃあ違うんすね、モデルがね。俺も富士ダイヤで入れたんすけど。んー、30323325タイヤ、でかくねえよな。タイヤは25352725です。25だって。熊谷どこ、ぐっす書かれてますよ、熊谷ナンバーが出てきた。あ、そうそうそう。いろいろ書かれますね。群馬に熊谷なんですね。初めて見たのか。たまかしんじゃん。なんで住んでるそこの地域中堂々のナンバーつけるだろうって。あ
昨日頭おかしいっすよね。そうそうそう、昨日も久しぶり来ましたよね。来ましたね、前の動画にね。久しぶりにクルクルパーが、今日ド級のクルクルパーですよね。だから速攻そのメッセージ送って、はい、来ましたよ。もう電話番号知ってたら鬼電くれてやりますよ。そんな風にクルクルパーですよ、本当に。鬼電つってあんなクルクルパーいないですよね、ちょっと。なかなかいないですよね。人のコメントにかぶせてきてね。かぶしてくる。おー、だから3日なかったんですよ、最初。アキさんがその写メを送ってくれたんだけど、コメントの、どこにあるか3日ないんですよ。人んちのコメントに紛れ込んで入れちゃってんで。そうそうそう。あれ、YouTube でチャンネル登録するとどうなんですか、あれ。何の動画に行ったんですか。チャンネル登録すると使用動画ですね。動画が上がった時にこう通知っていうか、こうなんていうんですか、あれに優先的にこうアップされるんじゃないですか。内容も忘れちゃいました、バカすぎて。そのぐらいだと思うんですけど、別に大丈夫なんですよね。あれ登録どこ押してなんだか変な画面ちっちゃく出ますよね。何でしたっけ、チャンネル登録を押すと多分プッシュ通知の画面になるんですよ。ああそう、2箇所のなんか通知をハイにすると、例えばアキさんがアップロードした時にこっちにピコンつんでないみたいな、教えてくれるっていうか。そうです、しなければ別に大丈夫ですよね。大丈夫大丈夫。いや、押していいんだか悪いんだか分かんないですよね、あれも。ああ、いろんな人がいるんで。デキヒンとかさ、ああ、なんでどうしよう。ヒンって何つんの。ヒンって何、デキヒンとか。デキヒン標準語で頼むわって分かんねえから。何言ってんか分かんねえから。面白かったね。すげえ分かん。くるくるパーですよ。くるくるパー。本庄どこら辺なんですか。本庄の早稲田。わあ、あっちなんですか。早稲田の駅近くで。強しって言うんですか、名前。わかりやすくね。わかりやすい。俺のいとこもつけてるよ。あ、つけてね。お前ちょっと。